節分といえば豆まきである。私がまだ幼かった頃、赤玉先生門下の子だぬきたちによって開催される節分の豆まきは大いに盛り上がったもので、舞い散る雪の中、恵比寿川家の金閣銀閣たちと猛烈な勢いで豆を投げつけ合った。いい加減にせいと大喝一声。赤玉先生は我々を鴨川べりに整列させて説教をした。愚かなる毛玉どもめ、何度同じことを言わせれば気が済むのだ。わしを誰だと思っておる。わしはお前らの子守をするほど暇ではないのだ。いいからそこへ並べ、毛をむしり取ってくれるぞ。そもそもお前たちの親からしてなっておらんのだ。その後先生は年の数だけ豆をくれ。よいか、冬がそこを打つとき、そこにはすでに春があるのだと重々しく言った。確かにもらった天狗豆をプツプツ食べながら路地裏を歩いていたら、梅の花の香りが鼻先に流れたことがある。香りの出どころはわからなかったが、あれは町のどこかで人知れず咲いた春の先駆けであったのだろう。有頂天家族、冬の女神と毛玉たち。そこを叩けばカーンと音が鳴りそうなほど寒い日が続く1月末のこと。朝起きてみると、母の寝床周りが湯たんぽのようにあったかい。夜ごと黒服の王子に化けて遊びに出かけ、ビリヤードついでにアホ学生たちと飲み歩くうち、今宵は貴様のおごりだアンドレイ。だから安藤ですって。どこかの辻で風の神に捕まったらしい。母上、大丈夫ですか？大丈夫ですよ、弥一郎。どうやら風邪をひきましたね。寝てなきゃダメだよ。何を言うの、お母さんはヘイチェルですよ。これは風邪ではありません。毎度のことながら風邪を認めたがりませんな。だって風邪ではないのだもの。ほらほら、体がこんなに軽やか。ララ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 ラ。大変だ、母上が倒れた。宝塚の日だからね、自然と体が動いてしまったよ。おでこで湯を沸かせるほど発熱しているのです。無理をしないでください。無理なんてしてやしないよ。そこをどきなさい、私は行くのです。いざ宝塚へゴーです、ゴー。ラーララ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 ラ。どうか母上、チケットが無駄になる。チケットならまた私が。いいから、おどきったら。ダメだよ、寝てなきゃ。くたばれ、風の神なんてくたばれ。母上、罰当たりなことを言うものではありません。くたばれ、くたばれ。というような状況なのだ、弥次郎。母上の風邪はひどく長引いている。俺が思うにこれはボンビャクの風邪ではない。バカ言え、ボンビャクの風邪だよ。いや、実を言うとな、俺もここのところ調子が悪いのだ。なんとなく咳が出る、なんとなくだるい、なんとなく頭痛がする、なんとなく熱っぽい。もし母上の風邪が新種の風邪であったらどうする。俺たちはとっくに完成している。新毛が模型は滅亡だ。どうしよう。落ち着け兄貴。矢次郎兄さんは風邪は大丈夫なの？風の神様が井戸の底まで顔を出すかい。カエルになってから一度も引いてない。だいたい兄さんも俺も昔っから風邪をひかないね。え？バカは風邪をひかないと言うしな。母上の寝床を暖かいところへ移してはどうだろう。
それはいい。まだまだ森は寒いしな。銭湯にでも運ぶか。いや、もっといいところがある。風邪なんてすぐに治ってしまうけれども、赤玉先生が許してくださるかな。なるほど、先生のアパートか。それはいいや。あそこなら暖かい。矢三郎、なんとかできるかい。なんとかするとも。失礼いたします。寒い、さっさと扉を閉めんか。下鴨一家でございます。何故参った。呼んでおらんぞ。呼ばれなくとも参上するのが狸のけなげさというもので。けなげさの押し売りは無用である。その籠は何だ。毛深いものが覗いておるぞ。これは母です。毛深い点はお許しください。何故そんなところに隠れておる。実は風邪をひきまして、なかなか治らず困っているのです。タヌキという連中は実にアホだな。ふわふわとのんきに遊んでばかりいるから風の神に尻尾をつかまれる。緊張感というものがまるでないのだ。お前たちはいかにもそうですが、タヌキなのだからしょうがない。矢三郎よ、どうせよからぬ魂胆があって参ったのだろう。さすが先生、お見通しでありますか。ふん、お前のことだ。わしの答えは分かっておろうな。分かっております。しかしそこをなんとか。ダメですか。ならん。では致し方ありません。兄貴。うん先生。失礼。どう、何をする。やしろ、台所の窓を開けろ。うに。はいよ、窓を閉めんか。新鮮な空気を取り入れます。新鮮な空気なんぞ無用の長物。うんと言ってくださるまで窓は閉めません。閉めい閉めい。先生、弟の無礼をお許しください。母の病を日夜憂い続けるあまり、ただでさえ愚かなる愚弟が一層愚かになってしまいました。しかしながらこれも母のためを思えばこそ。母の病を癒すには赤玉先生におすがりするしかないのです。如意ヶ岳薬師坊様の神通力をもってすれば風の神など恐るるに足らずと狸界ではもっぱらの噂で。いかにもさよう。風の神もわしには近づかん。何とぞ母をお助けください。何とぞ何とぞ何とぞ先生。わかったわかった、早く窓を閉めろ。ありがとうございます。ところで矢三郎よ、弁天は見なかったか。3日ほど前にお見かけしました。猛烈にご機嫌斜めのようで、睨まれただけで息の根が止まりそうでした。はあ、あっぱれなる感触玉である。パツンパツンであったか。パツンパツンであります。ムチムチってか。鞍馬の天狗様方もあの感触玉には手を焼いておられるそうです。へん、いい君だ。もっと困らせてやるがいい。正月の三が日が終わって早々に弁天のご機嫌は悪化の一途をたどった。1月末ともなれば、破裂しかかった感触玉の気配が全身にみなぎり渡り、ひとにらみでタヌキ100匹の肝を抜くと言われた。ちょっかいを出してみたい、あのパツンパツンに張り詰めた感触玉を破裂させてみたいと、アホの血の騒ぐことしきりであったが、さすがの私も自制した。弁天はわしがさらってきた頃からこの季節には機嫌が悪くてな。あれは冬に飽きるのだ。それでも昔、節分に早咲きの梅を見つけてきて嬉しそうに見せたことがある。もう春なのだと喜んでおったな。先生も厄介な人をさらってこられたものです。天狗は人をさらうものだ。どうしてさらったんです。父ですか。
父もある。まあ父もあるがな、あの癇癪玉がわしを呼んだのだな。それから数日後、弁天は琵琶湖側から大歓喜を連れて山越えした。長良山御成寺を皮切りに王子山カントリークラブ、如意ヶ岳の森と、タヌキたちの迷惑など一切顧みず、歩みを進めるがまま、辺りをキンキンに凍りつかせていった。山越えした寒気は町を覆い、深夜から大雪となった。兄ちゃん、すごい雪だね。うん、辺り一面真っ白だ。いつもの鴨川べりとは思えない。兄ちゃん、雪だるま作ったことある？母上へのお土産にして元気になってもらうんだ。母上も雪が好きだからな、きっと喜ぶ。冷たい。当たった当たった。さすがお兄さん、百発百中。金閣銀閣、何しに来た？何しにって、お前ご挨拶だな。おこんばんは。お前にはこの色とりどりのシロップが目に入らないのか？入らないのか。こうして雪を集めてシロップをかければ、ほらごらん、かき氷の出来上がり。どうだ、羨ましいだろう。そうと分かったらさっさとここから立ち去れ。立ち去れ。嫌だね。お前たちの方こそ出ていけ。わか、わからないタヌキだな。いいかい、ここに積もってる雪は全部僕らのおやつであると言っていい。だから下鴨家の薄汚い連中に汚してもらいたくないんだよね。というわけでお引き取りを。かえれ、よいしょ。かえれ、あ、それきっとおやつ。冬なのに赤かき氷。ここはお前らの土地じゃないだろう。追い出せるもんなら追い出してみろ。言ったな言ったな。久しぶりにやるか、受けて立つぞ。望むところだ。かくして我々は雪合戦を始めることになった。やあやあ、我こそは。だ、待て待て、飛び道具とは卑怯なり。卑怯千万億千万。降参するか。まだまだ。あ、冷たい。合戦当初は我々チーム下鴨が優勢であった。恵比寿川のアホウダヌキ兄弟は雪玉を作るのが苦手で、空中分解するものさえある始末。その点我らは違った。八代は持ち屋の職人のごとき手際の良さで雪玉を作り続け、私は左へ右へ敵陣に雪玉を投げ込んだ。もはや勝利は目前と確信した時である。調子に乗るなよ、やさぶろ。やい、やさぶろ、こっちは海星が味方についたぞ。妹は賢いからな、覚悟しろ。海星、バカな兄貴たちを思って大変だな。うちの兄貴たちをバカにするな、このうすらトンカチ。見切りをつけて下鴨家に寝返るなら今のうちだぞ。ちゃんちゃらおかしい。兄貴たちにはとっくに見切りをつけてますから。下鴨家なんて私一人で十分。未だ姿を見せぬ元言い名付けの参戦により、勝負は振り出しに戻った。お前たち、いつまで遊んでいるんだ。母上の見舞いはど、ブワッ。間がいいのか悪いのか、ここへ来てさらに我が兄下鴨弥一郎も参戦することとなる。やっちゃえやっちゃえ、どんどん投げちゃえ。やっちゃえやっちゃえ、やっちゃえやっちゃえ、どん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 。うわっ、やっあれ、うわっ、貴様ら、いい加減にしろ。トモトラが出た。敵陣に乗り込む兄弥一郎。行くぞ弥四郎、兄貴に続け。あ、私は今度こそ勝利を確信した。しかし
そこへ冬の女神が舞い降りた。弁天、その人である。見よ、彼女の腹中で膨れ上がった癇癪玉を。今や破裂寸前。私は背筋がゾクゾクし、アホの血が沸騰した。えいっ！矢三郎のやつ、弁天様の顔に雪玉を。弁天様、ご機嫌麗しゅう。限りなくご機嫌麗しいことよ、矢三郎。たぬきごときに雪玉をぶっつけられて、とても気持ちが晴れやかになりました。かくも楽しい大雪を賜り、我ら眷属一同感謝感激でございます。ふーん、明日は節分ね、矢三郎。その通りでございます。節分には豆まきをするものね。鬼を追い払わなくてはね。福は内、鬼は外。タヌキは豆まきが好きです。私も豆まきが好きよ。鬱陶しい気持ちだから、たくさん豆をまくつもりです。そのためには豆をぶつける鬼が必要ね。逃げ足の速い鬼がいいわ。退屈しのぎになるから。明日のいつです？午後6時下鴨神社の参道。矢三郎、うまく鬼に化けなさいね。言ったか。ああ。怖かった。あんた本当にやるつもり？やるとも。本当にバカね。弁天様に豆をぶつけられて平気なの？天狗がタヌキに豆をぶつけて何が悪い？これも弁天様の癇癪玉を破裂させ、タヌキ界に平和をもたらすためだ。タヌキたちのためなら我が身を犠牲にすることも厭わないというこの美しい精神。好きでやるくせに。だからバカって言ってるの。これもアホの血の力しむるところだ。それよりお前どこにいる？あんたには見つからないよ。とりあえず死なないように気をつけな。はあ、我ながら素晴らしい出来ではなかろうか。この腰に巻いた虎の毛皮、焼けた鉄のように真っ赤に輝く装身は筋骨隆々。耳まで裂けているかのような大口には牙を光らせ、奇岩めいた顔にはギョロギョロとした大目玉。そして藁を束ねて逆さにしたようなボサボサ髪には尖った角が2本。どっとこい、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 どっとこい。その心意気やよし。あらあら、矢三郎、上手に化けましたね。弁天様、いくらなんでもそのズタ袋、豆が多すぎませんか？たくさんまくと言わなかった？それにあの矢三郎が鬼をしてくれると言うんだもの。これでも足りないかもしれないわ。逃げ足の速いのが取り柄ですものね。逃げましょう。どんと行かせていただきますわ。鬼は外、鬼は外。勢い余ってタヌキを殺す覚悟、その心意気やよし。こっちも危ない。鬼は外。もう終わり？ずいぶんと弱っちい鬼ですこと。これまでか、ナムさん。鬼は兄ちゃん、こっち。ヤシロか、外。矢三郎、誰かと思えば兄貴。どうせこんなことだろうと思っていた。嫌な予感はしていたのだ。弁天様の癇癪玉を一人で割ってやろうなんて。でもその格好。お互い様でしょ。俺もついてきちまったよ、矢次郎兄さん。赤ガエルにまでしか変身できなかったがね。弁天様の天狗豆が底を打つまで逃げてやれ。何万発あると思ってるんだ。
夜明けまでかかるぞ。走れ。鬼が3匹、カエルが1匹。どうする？このまま南へ下れば、年末の再来として市場あたりを再び大混乱に巻き込むことになるぞ。おい、あれを見ろ。こたつだ。間違いない。あんなところでこたつに当たってるのはあのアホ兄弟以外にありえない。おい、そこをどけ。兄さん、筋骨隆々の鬼が3匹走ってくるよ。なんの用だ。僕らは雪見酒をしてるんだぞ。痛い。毛が抜けちゃうよ。こたつ置いて走ればいいだろう。その声は鬼かと思ったら矢三郎か。僕らを巻き添えにするな。勝手に逃げててよく言う。これでも食らえ。何するの、カイセイ。ベタ様に当たっちゃってるよ。カイセイなのか。豆まき装置を作ったのよ。それは銃だろう。豆まきだって言ってるでしょ。手を出すのはやめておけ。弁天様がお怒りだぞ。カイセイ、やめて。弁天様を怒らせたら。前から気に入らなかったのよ、この生テープ。カイセイちゃん、だからダメだってば。くわー、来るぞ、逃げろ。うち、こんなの豆じゃない。もう死んじゃう。言わんこっちゃない。どっちが鬼なんだ。むしろ弁天様が鬼だろう。今さら言っても遅いよ兄貴。いやいや、どうした矢三郎。何してるの兄ちゃん、弁天様来ちゃうよ。この香りは矢三郎。母上の声だ。あれだ、あの木の上に母上がいる。母上、起きて大丈夫ですか。お前たちの一大事に寝込んでなどいられますか。どうする、弁天様に追いつかれた。母上、お逃げください。弁天様、これをご覧ください。あれは梅の花。矢三郎、ご覧なさいな。春だわ。そうだわ、お師匠様にも見せてあげましょう。行っちゃったね。やれやれ、鬼も楽じゃないね。母上、降りてきてください。お前たち上手に化けたね、矢次郎も。母上、雪遊びなんかしているとまた風がぶり返しますよ。お母さんは風なんて引きません、へいちゃらですよ。弁天様の感触玉が弾けたらしい。春も近いな。じゃあこの天狗豆の山は。先生のアパートまで飛んできたはいいが、こんだけの豆持って部屋には入れんだろう。にしてもどっさりあるな。食べ過ぎると鼻血の出る非凡の豆であるぞ。甘酒はいかがですか。大変な人手だね。これ全部母上の見舞いに来たタヌキだというから恐れいる。ちゃんと赤玉先生のアパートの大家に断っているのか。大丈夫だよ、心配しなくても。よいしょ、こらしょ、どっこいしょ。よいしょ、こらしょ、どっこいしょ。よいしょ、あくらしょ、あどっこいしょ。またこたつを抱えて変なのが来た。おばさんの見舞いに来てやったぞ。来てやったぞ。まったく、この間は散々な目に遭わせてくれたな。僕らはせっかく豪華な雪見酒をしていたのに、お前たちのせいで台無しだよ。お酒もごちそうも豆だらけ雪だらけでぐちゃぐちゃだよ。鉄刀鉄尾台無しだ。こんな甘酒なんかでは割に合わないね兄さん。生姜の味がツンツンするしな。
ひどくまずいね。飲む価値ないね。嫌なら飲むな。お？いや、頑張れば飲めると思う。おう、もう一杯起こせ。嫌だね。海星の分だぞ。持って行ってやるんで。あれ、海星はどうした？来ないんだよ。豆まき装置が壊れたとか言って拗ねてんだ。それでも僕は優しい兄貴であるから、甘酒を持って行ってやるのさ。愛情表現、愛情表現。あ、おばさん来た。じゃ、まあ今日のところはこれで退散してやる。ありがたく思うよ。見舞いに来たんじゃなかったのか？やさぶろ、この毛布赤玉先生にお届けして。先生が貸してくださったんだよ。失礼いたします。誰か。下鴨やさぶろ参上いたしました。入るがいい。毛布をありがとうございました。おかげで母もすっかり良くなりました。こんな寒い夜にも遊び歩いて、タヌキというものは遊んでばかりだな。何しろ大雪ですからね。しかし寒うございましたよ。うん、こたつにあたれ。許す。それではお言葉に甘えまして。静かにしておけ。弁天が寝ておる。いい匂いがしますね。あれを見よう。梅の花ですね。美しかろう。いいもんですね。うん。時に矢三郎よ、お前は何を飲んでおる？生姜入りの甘酒であります。またつまらぬものを飲んでおるな。飲むがいい。雪の中を走り回れば毛玉といえども寒かろう。これはこれは、下鴨矢三郎、ご相伴に預かります。先生、春ですね。今頃気づいたのか、うかつなやつめ。冬がそこを打つとき、そこにはすでに春があるのだ。宇宙天家族ブルーレイ DVD 第1巻特典ドラマ CD をお聞きの皆様、いかがでしたでしょうか？ああ、面白かったですか。よかったです。シーンとしてん多分そういう風にみんな言ってくれてると思いますが、これからですね、キャストの皆さんに一言ずつ、感想を伺っていきたいと思いますので、聞いてくださいね。それではまず梅津さん、はい、自己紹介と出演された感想一言ずつお願いいたします。はい、新潟契約書こと赤玉先生あ、いないか、その人。赤玉先生の梅津で秀樹でございます、はい、もうなんつっても、エロジジイが、恋焦がれるね、おいらくの恋という、ところも、でも今回はなんか何来てくれたよね。そうでした ねこたつで寝てくれてるもんね。そうなんですよ、釣れないねえ、弁天様が、はい、至福の時だったんではないでしょうか。はい、そんなやっていてくれたのとちゃん、どうぞ。弁天役をやらせていただきました、のとまみこです。皆さんお疲れ様でした。宇宙天家族初めてのドラマ CD ということで、すごくこうドキドキしたんですけど、とってもアニメーションの時と同様楽しい収録だったな、楽しいなと思いました。節分の思い出といいますか、私弟がいるんですけど、豆を鼻に入れたら取れなくなってしまって、ちょっと大変なことになってしまう。最終的には取れたんですけれど、なので皆さん豆は鼻に入れないように気をつけてください。ありがとうございました。どうも、金閣役の西地修也です。はい、
よろしくお願いします。あ、いいですよ、もう自分のペースで。あ、はい、そうですね、まあ、今回のこのドラマ CD ですね、まあ兄弟が僕にもいますんで、まあ頑張る。西井さんでも兄弟なの？あ、西井さん自体はどうなんですか？僕自体はまあ結構適当な感じでやってきたんですけど、まあまあまあグレーにしてます。話したくないですか？ご兄弟とかあるんですか？聞いちゃいけなかった。あ、いやのことないですよ。います兄弟います。どのポジションなんですか、西井さんは？僕ちょうど真ん中なんですよね。真ん中なんですか？はい、姉ちゃんと弟がいます。はい、ちょうど真ん中で。はい、まあ、はい。あんまりこれ膨らまないですよ、ね。本当ですか？あなたら弟も呼んで一緒にやってますか？ああ、じゃあちょっと畠山。じゃあ畠山くんです。はい、皆様こんにちは、銀閣役の畠山康介です。金閣役って言わなかった今。シルバーの方です。シルバーの方。どうですか、ゴールドとシルバーの二人は？やっぱりね、コンビネーションがすごい大変でした。でも意外とここって会話がないんですよ。下鴨家に対してのこう熱がもう直線に、なるほど、あんま会話はないんですけど、まあ恵比寿川家のなんかってあんまないですもんね。そうなんですよね。なんか改正にも片思いっていう感じがしますし、はい、ちょっと寂しいです、ね、寂しいですけど、まあそこら辺こうがっつりチームワークを作っていこうみたいな感じで、まあ今日ねこうちょっとすごい似たような服の色味も今日は、はい、合わせて、そうですね、そうなんですか、そうです合わせて適当ですね。役と同じ。エビス側ですよ、うん。でもやってて、はい、こうちょっとこうフリーなところがあったりするじゃないですか。二人は金閣、はい、銀閣、はい。どうですか。楽しそうに僕は見える。あ、いや楽しかったです、うん、本当に。そうですね、はい。楽しかったです。まあ、うん、口の中カラッカラでしたけど。畠山君はどうなの。金閣が結構こうなんていうの、突然こう、うん、いろんなことやったりするじゃない。ね、ちょっと困惑してました。はっきり言うと、はい、いやでも結構乗ってきてくれてたと僕は思ってるんですけどね。楽しそうに乗ってきてくれてるな。でもね、楽しかったですよね、本当に、うん、ね、はい、無理やり言わせてない。もう大丈夫です、もう帰りたいですか？大丈夫ですか？まあアニメはまた絵があって、ドラマ CD はこう絵がないので、そうですね、うん、うん、まあ自由っちゃ自由だったと思うんですけども、そうですね、良、はい、かったです、うん、そこは、そこは、すごい良かった。でもなんかもっと聞きたいなと思っちゃいます。あ、本当ですか？嬉しい、嬉しいです、はい、面白かった？面白かったです、ね。何が取り入れるか。でも結構本編撮ってる時から、うんうん、僕らがやってあと絶対梅津さんがボソッとこうバカだなしょっちゅう言ってた。褒め言葉ですよね。うん、言葉ですよね。すごい救われました、ね、それで救われましたね。ありがとうございます。ちょっと僕が喋りすぎですか？いや大丈夫です。もう思い残すことはないですか？ない。じゃあありがとうございました。じゃあ妹ですかね、はい、海星。それでは、桜さんお願いします。はい、改正をやらせていただきました、桜えねです。どうですか、お兄ちゃん内容にお兄ちゃんを持って。あ、でもなんか今日もバカで安心しました。今日もバカで可愛いですよね。そうですね、うん、逆にちょっとおバカなぐらい。そこを二人がふざけていてくれるので、改正は割とぶれることなく、はい、真面目にやらせていただきます。まるで二人が不真面目みたいな。そんなことないです。そうですよね、だと思ってます、いつもだと思ってます、思ってます。なんか海星はどんどんいい女度が上がってるというか、こうミステリアスな。あ、そうです ね、その点ではドラマ CD も本編もあんまり姿は、ね、うん、安三郎には見えてないので、うんうん、あんまり感覚の違いみたいなものはなかったかなと。絵がないからどうっていうのはなかったですね。はい、なるほどなるほど。結構でもなんか本編を通しての思い出って言ったら、やっぱり一回なんか金閣にくたばれ的なことを言わなきゃいけないのちょっとね、シッって言っちゃったんですことがあって、もそれは申し訳なかったなって今でも。すいませんでした。いや僕は全然、はい、言われ慣れてるんですか。いやいいんです、いいんです、そういうのいいんです。そうなんです。掘り下げましょうか。
楽しかったです。多分集中してたんでしょうね、そういう出ちゃうみたいな。そうです、なんかなじらなきゃと思ったら、なじらなきゃと思ったら自分の最大限のこうあの罵倒が出ちゃう。 S ですか、さくらあやねるは。あ、 S でしょ。 S ですか、ね、なんか何をしてるんですか私の。この程度でわかるんです。本当ですか、じゃあそうです。じゃあそう、それでそれで、その方向で、その方向で事務所的にはやっていこうと。ああ、本当に、はい、応援しております。ありがとうございます。はい、楽しかったです。ありがとうございました。はい、じゃあ、はい、次は井上きっこさんにバトンタッチしたいと思います。お母さん、お願いします。下鴨家母役の井上きっこ17歳です。おいおい、はいはい、ということでね、いつもすいませんね皆さんね。はい、今回ドラマ CD も楽しかったですね。なんだか私本編の方もそうなんですが、今回のドラマ CD もこう母をやらせていただいて、すごくあ、なんかもうもう自分に近いなっていうところがとってもたくさんあって、今回のもね、あのドラマの中で風邪をひいてても気のせいですって言いながら、あの認めないところとかね、私も結構そういうところがあって、あの気のせい気のせいとかよくね、春になんか鼻がグズグズしても花粉症じゃないって言われても、そんなわけない気のせいとか、あと最近だとちょっとあれ目がかすむとか言って老眼来てんじゃないとか言われても、いやいやそんなわけない、気のせい気のせいって言ってたら本当にね目は見えるんですよ。何言ってんだろう私、ごめんなさいね、そんなわけで、あとね、宝塚が好きなところっていうか、まあ、あと歌を急に歌い出すところとかは似てますね。私も普段よく私生活で、あのまあお家の中でとかね、思ったことを歌うっていうのはよくやるので、あ、いろいろ似てるなお母さんって思うたびにとても嬉しくなります。はい、というわけで今回も聞いていただいてどうもありがとうございました。続いては諏訪部純一さんです。はい、八一郎役の諏訪部純一でございます。アニメの収録がもう終わってですね、ちょっと経っての、はい、今回ドラマ CD の収録だったので、はい、いやなんかまああの本当に楽しくやれていた作品だったので、またこうやってあのこのね下鴨家の皆さんで集まってですね、うん、こう収録できるのはもちろん赤玉先生とかあのね皆さんもね、あの嬉しかったですね、楽しかったです。はい、楽しいですよね、はい、あの豆まき、そうですね、まだまだこの先ずっとね、うん、ワンクールに1回ぐらいの感じでドラマ CD やっていけたら嬉しいなと。結構いいペースですね。 そうですね。あのドラマ CD もあの京都で収録するとかっていうのもねいいんじゃないかなとね。沖縄じゃなくて、あの沖縄舞台京都ですから、これ梅津さんが京都沖縄来ただけなんで、ちょ舞台京都なんで、あの川床と納涼館とかね、ああいったところで収録するみたいなね、臨場感バッチリだね。いやそれは夢です ね、そんなんできたらやりたいですよね、やれたらいいなと思いますので、ぜひ引き続き続き応援していただければ、はい、幸いでございます。ありがとうございました。はい、では次郎に振りたいと思いますので、次郎さんお願いします。はい、そういう振りじゃないですよね、次郎、その次郎じゃないですよね。こうどう来るのかを、あ、いや、どうも矢次郎の声です。そうですよね、シグマセブンの吉野ひろです、はい、お疲れ様でした。神さん的なことはもともと、そうですね、まあ、そういう振りだったなと思ったんですけど、まあいいんですけど、あのちゃんとね今回もね CD ドラマなんですけど、はい、本編同様にアドリブもなく熱量も少なく綺麗にいつも通りにやらせていただきました。もう僕は何も言うことがないんですけど、いやいや本当に本当にその綺麗なコメント、いやいや、アドリブ入れた俺はどうしたらいい。いやいや、いいんですよそれは、ほらあるならあった方がいいけど、なんかやることないんですよね特に正直。カエル、カエル、カエルですからね。だからみんながこう一生懸命ね、こうなんかほら逃げ回ったりとかしてても全然息切れないし、もういつも通りにそう乗っかってるからね、普通に喋って、あ、そう、そうですもんね。だからあのみんな聞いててちょっとやる気ないとかそういうんじゃないんですよ。そうですよ、そう、それだけは言っておかないとね、ちょっとまずいなっていう。そうなんですよ。あ、でもそんなの想像しながら聞くと面白い。そうそうそう、どこにいるかね。色変わったって言ってた。そうそうそう、赤くなってたらしいっていう。だからそれはちょっとびっくりしましたけどね。伝わらない。そう、これ残念ながら CD だからね、これ伝わらないですよ。そうですね。寂しいですね。でもこのドラマ CD をね、楽しんでいただければ、はい、というわけで僕はここで冬の女神を探しに行きます。さようなら。お、はい、タイトル通りです。多分ゲレンデにいるはずだ。あ、もうなんですか。ちょっと滑りに行く感じですか。じゃあ次の人、じゃあ
女神が登場です。あ、はい、女神。ご紹介ですから。そんな駆け込んでくるとは。八代役中原舞です。どうも。いや今日すごい楽しかったです。女神的にも。女神的にもそこ押しますか。女神的にもめっちゃ楽しかったです。メガネの女神が。メガネ。そう、今日ちょっとメガネの女神。女神。ちょっと言えてないんですけど。いやなんか今回の、うん、あの CD ドラマ、うん、宇宙天家族読本についてる小説の CD ドラマ化なんですって。だからなんかこう、もしかしたらね、本読んでる人もいるかもしれないんですけど、ね、うん、なんか映像にしたらもっともっと楽しいだろうなって。なぜその100点の。いやなんかあの八三郎のセリフで、うんうん、あの節分の鬼の格好したじゃないですか。あれものすごい説明だったんですけど、あれ絵で見てみたいなと思って。そうだね、ものすごいものすごい説明だった。そう、それを兄弟が3人ですけどやってるっていうのは、うん、面白い絵だろうなって想像しながら演じてました。しかも弁天様は 何万発ものズタ袋がね、豆パンパンのズタ袋をこう確かに。でも作画大変でしょうね。作画は大変でしょう、もう頑張っていただいて頑張っていただいて。なるほど。はい、本当に楽しい収録でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあお兄ちゃんお願いします。はい、下鴨八三郎役桜井孝弘です。えー、いやどうもありがとうございます。謎の規制本当ですね。黄色い声っぽかったですけど、いやいや黄色いっぽかったんですけど。いや僕も本当楽しくてですね、なんていうんでしょう、またやりたいななんて思ってしまいました。そのまあね、いつかまた映像になったら嬉しいななんて思うんですけども、これドラマ CD もこの作品楽しいんだなということが、すごくよく分かりましたので、そうですね、あの梅津さんのアドリブが、あ、いやいやいや、あの危ないんですよ。危なくない。スッとこうスッと入ってくる。切れないようにかぶせてる。さすがで大人でございます。作れないように勉強になります。これから私も使わせていただきたいと思います。ありがとうございます。まあ、こんな楽しいドラマ CD また皆さんも聞きたいじゃないかななんて勝手に思っているんですけども、皆さんの応援があれば、次へつながるかと思っておりますので、ぜひとも、応援してくださいます。よろしくお願いいたします。では締めましょう。皆様ありがとうございました。これからも宇宙天家族をよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。またね。また。人間は町に暮らし、タヌキは地を這い、天狗は天空を飛行する。平安遷都この方続く人間とタヌキと天狗の三つどもえ、それがこの町の大きな車輪を回している。回る車輪を眺めているのがどんなことより面白い。私はいわゆるタヌキであるが、ただ一階のタヌキであることを潔しとせず、天狗に遠く憧れて人間を真似るのも大好きだ。従って我が日常は目まぐるしく、退屈している暇がない。タヌキは京にいますし、すべて世はこともなし。とはいえ、暇すぎるのも尻が冷えるな。昨年の年の瀬はいささか賑やかすぎたので、誰もが疲労困憊したのであろう。みんなぐったりと寝て暮らした。洛中の狸界は死んだように静まり返った。長兄は今年こそは二世門になると角の松が取れて、早々に政治的根回しを始めた。時系は長かった自主謹慎の時代を終え、たまに忠須の森へ帰ってくるようになったが、普段はこれまで通り六道珍王寺の井戸の底に潜んでいる。まだカエルの姿から狸へ戻れないから、外を出歩くのは危険極まりないのである。弟も相変わらず恵比寿川の偽電気ブラン工場に奉公だ。
かくいう私は寺町通りにある骨董屋で店番中である。恵比寿川早雲はあの経典道地の騒ぎの後、温泉へ行くとだけ告げ夜逃げのように旅立ったと聞いている。その行く先を誰も知らないが、肥やした私腹の大半が消え失せていたという。赤玉先生の天狗風をまともに食らって再起不能という話もあれば、長老たちから引退を勧告されたらしいという話もある。いずれにせよ、永遠と積み重ねてきた悪事が本格的に追及される前に尻をまくったのである。早雲がいつ京都へ戻るのか定かではない。二度と戻ってこなければいいと思う。早雲亡き後の偽電気ブラン工場は海星が切り盛りしている。あのアホ兄弟を抱えて工場を運営するのはさぞかし骨が折れることだろう。ただ恵比寿川家の長兄にして長らく洛中から姿を消していた呉一郎が帰ってきたという。近々下鴨家に挨拶に来ると言っていたが、果たしてどんな毛玉が出てくることやら。寒い寒い。やった。はあ、尻の冷却は万病のもと。2月に入り、命をかけた豆まきを終えた今日、世界は静かに春を待つ。冬が底を打つ時、そこにはすでに春があるのだ。我が恩師は重々しくそう言った。かくして2月も半ばに差し掛かろうとした梅花の子、一つのイベントが訪れようとしていた。お？兄ちゃん、ちゃんと働いているか。おや、珍しいお客さんだ。お前、海星に何かしたのか。ちっけな。俺が罵詈雑言を浴びることはあっても海星に何かするなんて不可能だ。なんせ尻の毛一本見せやしないんだから何もしようがない。金閣と銀閣から様子がおかしいと聞いたが。どうせまたあのアホ兄弟の言いがかりだろう。俺もそんなところだろうと思ってはいるんだがな。妹を心配した金閣が事情を聞き出そうとしたが要領を得ないらしくてな。それがどうして俺につながるんだい。やさぶろうはと言いかけて口をつぐんだそうだ。なんだいそれは。それ以上は何をどう聞いても答えてくれなかったそうだ。とばっちりにも程がある。そんなわけのわからないザレ事で俺のせいにされたんじゃかなわないよ。お前に心当たりはないんだな。毛一本すら思い当たる節はないね。そうか、それならいい。どう考えてもアホ兄弟のせいだろう。苦労をかけすぎなんだよ。俺もそう思うんだがな。まあいい、この件は放っておこう。お前も金閣銀閣の言いがかりには反応しなくていいからな。それはことと次第によるかな。今年は二世門になれるまたとないチャンスなんだ。頼むから面倒は起こさないでくれ。心配性だな兄貴は。早雲がいないんだから楽勝だろうに。確かに今のところ対抗馬はいない。だがな、去年だってあんなことになるとは夢にも思っていなかった。そうだね、兄貴は本番に弱いから。去年のことは俺の力の及ぶ範囲を超えていたろう。ああ、うん、まあそうだね。頼むぞ。やれやれ。兄ちゃん、弥一郎兄ちゃんは大変なんだよ。いろんな人に会ったり、いっぱい相談を受けたり。何が大変なものか。兄貴はあれで楽しんでいるんだぞ。そうなの？政治的策謀こそ我らが長兄最高最大の趣味だからな。ふーん、変なの。それで兄ちゃんの仕事はいつまでなの？中次郎さんが戻ってくるまでかな。中次郎さんはいつもいないね。いないおかげで俺の職があると思えば鉄砲玉万歳かな。おい八代、電気ストーブに近づきすぎるなよ、やけどするから。うん、でも電気ストーブってあったかいね。うん、
だがこう寒いと尻が冷えてしょうがない。これではツチノコ探しもままならん。兄ちゃん、ツチノコってヘビなんでしょ？ヘビは冬眠しているから見つからないんじゃないかな。それもそうだな。暖かくなるまでツチノコ探検隊は活動休止だ。ゆっくりせった。ヤシロ、お前海星と会ったかい？うん、工場でいつもよくしてくれるよ。金閣銀閣は意地悪ばっかりしてくるけど。何か変わったところは？元気がないのは本当。ため息いっぱいついてる。何があったんだろう。どうせ腹が減ったとか、アホ兄弟の相手が嫌になったとか、めめしい理由だろう。めめしくて悪うござんしたね。お前ほんとタンスが好きだな。うるせえ、ほっとけ。ねえねえ海鮮姉ちゃん、寒くないの？意外と風がなくて寒くないの。へえ、今度僕も入ってみようかな。やめなさいヤシロ、バカが映る。バカって言ったな。まったく、元気がないって誰のことだ。思いっきり平常運転じゃないか。兄貴たちが言ってることは気にすんな。俺の名前を出したそうじゃないか。うぬぼれるんじゃないよこのうすらトンカチ。あれは、ヤサブロウはアホだよねって言いたかっただけ。でもそんなのみんな知ってるから、わざわざ言う必要もないかなって思ったから何も言わなかったの。そう、そういうことなんだから。ああ、はいはい、俺はアホでござんすよ。何さこのコンコンチキ。なぜ怒る？うるさい。いい加減に出てこい。ずっとタンスの中にいては尻が冷えるぞ。レディーに向かって尻とか言うな、この腐れゲド。尻はダメで腐れゲドはいいのか。一体どういう基準なんだ。そんなの私の気分に決まってんでしょ。お前と話していると血圧が上がりそうだ。私なんか上がりっぱなしよ。お前牛乳飲んだ方がいいぞ。牛乳飲んだって血圧は下がんないわよ。四六時中プリプリ怒っているのを何とかしろと言っている。どうせ私は怒りん坊のプンプン丸ですよ。海鮮姉ちゃん、飴食べる？うん。甘いもの食べるとイライラがなくなるよ。ありがとう。飴ちゃんでおとなしくなるなんてまだまだ子供だな。うるさい。あんた甘いもの嫌いなの？甘いものは大好きだぞ。辛いものも好きだ。でも苦いのは苦手だな。別にあんたの好み聞いてんじゃないから。僕も甘いの好き。おまんじゅうとかチョコレートとか。ああ、そういえばもうすぐバレンタインデーというやつだな。あ、知ってる。好きな人にチョコレートあげるんだよね。何かにつけて面白いことをやりたがる人間とはつくづく御しがたいものだ。当たり前であるが、タヌキも面白そうな行事にはとりあえず相乗りするので同じく御しがたい。今まさに洛中においてタヌキくんとタヌキちゃんが血で血を洗う義理と本命の恋の駆け引きに悶々としているわけだ。でも僕もらったことないよ。それでいいんだヤシロ。チョコレート一つに右往左往するのもバカらしいぞ。古代ローマ帝国では禁止されていたぐらいだからな。いやそれ起源の方でしょ。そもそも何故チョコレートなのだ。どうせくれるなら現金の方がいいぞ。うわ、ぶっちゃけたよこの男、最低。お菓子メーカーの陰謀説もまことしやかにささやかれているしな。ヤサブロウはチョコレート欲しくないの？返すのが面倒だからいらない。別に返さなくていいんじゃない？それならいくらでももらうぞ。どんとこい。そうか、商店街に女性が増えたのはそういう理由だったか。なんでも悪の秘密結社めいたチョコ屋が繁盛しているらしいな。兄ちゃん、名前だけで決めつけるのは大変失礼だと思うよ。あと先の欧州大戦の折にドイツ戦車兵の心胆を寒からしめたというチョコレートも売れているそうじゃないか。兄ちゃん、それはモロトフさんだし、そもそも火炎瓶だよ。なるほど、投げつけると燃えるチョコレートか。それはさぞかし度の強い酒が入っているんだろうな。お酒じゃないと思うよ。偽電気ブランもよく燃えそうだな。そうだ、偽物を作ればよいのだ。偽ゴッドだとか偽モロトフを作って売ればいい。今なら飛ぶように売れるぞ。
売れるかな。ダメに決まってんでしょ。特別な日に偽物送るってどういう神経してんのよ。じゃあ偽物じゃなければいいわけだ。そうだ、偽電気ブランを入れた偽電気ブランボンボンを作ればいい。偽物なんだか本物なんだか、もはや偽電気ブランは立派なブランドと言っても過言ではないほどに浸透しているぞ。どうだろう、ここで一つ事業拡大をしてみては。兄ちゃんまた面白がってる。黙るんだやしろ。そうね、なるほど、その手があったか。オッケー、やさぶろ、あんたのアホ話に乗ってあげる。その代わりあんたはチョコが完成するまで手伝いなさいよ。嫌なこった。売上げに応じたお給金を支払おうかと思っていたのにな。今すぐ取り掛かろう。行くぞやしろ、偽電気ブランボンボンを完成させるのだ。かくして偽電気ブランボンボンという偽物だが本物という実にタヌキらしいチョコレートを作り出すために我々は恵比寿川の偽電気ブラン工場に集結した。だからといってどうして僕たちまで手伝わなきゃいけないんだい。いけないんだい。それはお前、新規事業のために決まってるだろう。僕が言ってるのはどうして恵比寿川の新規事業にお前が関わっているんだということだよ。チョコレートが欲しいなら自分家で作ればいいじゃないか。あ、そうか、やさぶろったら誰からももらえないから僕たちに恵んでもらおうって魂胆なんだな。あー、ダメだよ、ダメダメ。僕は素敵な女性からいっぱいもらう予定だから君になんてあげないよ。あげないよ。頼まれたってお前からチョコなんて受け取らないぞ。それに俺は海星と契約しているんだ。言うなればお前たちは海星に派遣された俺の部下だ。なんたる屈辱、そんな業務命令あってたまるか。僕たちの工場がこんなブラックな企業だったなんて。社員にはたった一つ自分で決めていい権利がある。それは辞めることだ。言ったな、辞めてやる、こんな会社。依願退職、依願退職。ここを辞めてどうするんだ。まさか収入ゼロのニートだぬきでもやるつもりか。収入ゼロ、海星からお小遣いもらえなくなっちゃう。フライドチキンが食べられなくなるよ兄さん。それは非常にまずい。僕たちの肩身が4畳半どころじゃない狭さになってしまう。僕たちの新規事業が失敗して海星に怒られたばっかりだし。お前たちの新規事業ってあのキテレツな T シャツだろ。そうさ、あのハイセンスな T シャツの良さを分かってくれるのは弁天様だけだったけどね。天下無敵と美人長命なんて四文字熟語が許されるのは弁天様ぐらいのものだぞ。売れないのは当然だ。なのに工場に出入りしているタヌキたちに無理やり押し付けたろ。しょうがないじゃない、不良在庫の処分に協力するのは社員として当然の義務だよ。お前たちの方がよっぽどブラックじゃないか。それになんだ美人長命なんて聞いたこともないぞ。やさぶろ、お前は本当に無知もお前だね。美人長命っていうのは美人すぎて次々と旦那が死んでいくけど指が美しいから長命だったという故事に基づく四文字熟語なのさ。僕はこの話をラジオで聞いたからね、間違いないね。銀閣、本当の意味を弁天様に知られたら鍋にされるぞ。だいたいその話は故事じゃないぞ、落語だぞ。え、そうなのかい兄さん。騙されてはいけない。やさぶろうは僕たちに心理的重圧を加えて屈服させようとしているのさ。これはいわゆるパワーハラスメントというやつだよ。最近流行りの悪行だよ。なんて恐ろしいことが流行ってるんだ。はあ、お前たちの相手をすると心底疲れるな。で、これがやさぶろうとお兄ちゃんたちが考えた偽電気ブランボンボンの企画書ってわけ。そっそ、あいつの一件って全然要領得なくてさ、大変だったよ。え、ふざけんな。3日かけて出てきた企画書が1行ってどういうことよ。甘いけどビターで偽電気ブランがいっぱい入ったチョコレートって小学生か。でも3人の意見をまとめちゃうと総括しかなかったんだよ。バカなの、ねえひょっとしてバカなの。っていうかやっぱりバカだった、やり直し。そんでお兄ちゃんたちはクビ、やさぶろう一人でやってもらって
待ってよ海星、今一度チャンスを。次こそは必ずや弥三郎めを倒してご覧に入れますから。誰が倒せと言った。言うこと聞くから。弥三郎の言う通りにやるからね。ね、首だけは勘弁してつかさい。そうまで言うならまあいいけど、仲良くやってよ。お任せあれい。とは言ってみたものの、どう書けばいいのか全くもって見当がつかない。そもそも企画書って何書けばいいの。知らん。というかこの中でチョコを作ったことがあるやつはいるのか。いるわけないだろ。食べたことしかないね。だよな。これは参ったね。暗夜航路というやつだね。なんだその出生の秘密を抱えた主人公が山にこもって全てを許しそうになる言葉は。ふふん。暗闇の中道を求めてさまよう手探り状態という意味さ。そんなことも知らないのか弥三郎。それを言うなら暗中模索だろ。そうとも言うね。僕は言葉をいっぱい知っているから同じ意味の言葉を使ったに過ぎないのさ。暗夜航路は四文字熟語じゃないぞ。黙らっしゃい。暗夜航路でも暗中模索でもいいけど、どうしよう。一行の企画書が怒られたのだからいっぱい書けばいいんじゃないか。しかし何を書けば。みんなが食べたいチョコを書けばいいんじゃないかな。それがいい。そうしよう。こんにちは弥三郎ちゃん。あれ玉蘭先生。こんにちは。先生はよして。でもな、俺にとっては玉蘭はやっぱり先生だよ。赤玉先生の助手を兄貴ともども立派に務め上げたわけだし。あの頃は玉蘭にいっぱい叱られたな。昔の話よ。それでどうしてこんなところに。海星ちゃんがチョコレートを作るって聞いて。手伝いに来てくれたの。ええ、彼女一人じゃ何かと大変だろうし、それに私もちょうどいいかなと思って。ちょうどいい。教えてあげない。玉蘭も暇だね。だってタヌキですもの。子タヌキ観挙して不全をなすだしね。海星ちゃんは。俺たちが書いた怪文書をもとに目下試作品の作成中。それは大変ね。海星にしたってチョコ作りなんて初めてだろうし、なかなかうまくいかないみたいだよ。何事も挑戦よね。おい海星。入ってくんな。入ったら殺す。死にたくないから入らないけど、まだできないのかい。このままじゃバレンタイン商戦に乗り遅れるぞ。うるさい。あんたの仕事はもう終わってんだからおとなしく待ってなさい。へいへい。ほんと男子ってアホなんだから。海星ちゃんも頑張って。うん、ありがとう玉蘭先生。ふん、お兄ちゃんは心配だ。部屋にこもりっぱなしだもの。部屋の中で倒れてたりしたらどうしよう。玉蘭先生がついてるんだ。お前たちが横にいるよりよっぽど健康にいい。だいたいね。お前が無茶な注文をつけるから海星が苦労してるんじゃないのかい。無茶っぷりで言うならお前たちの方がよっぽど無茶だ。偽電気ブラン1リットル入りでビターってなんだよ。お前だって大概じゃないか。確かな甘みの中にまろやかな口当たり、かすかに残る苦味と甲虫に広がる香ばしい香りってどんな味だよい。難しい言葉を並べたってレシピにはならないんだぞ。偽電気ブランと合わせるならしっかりとした甘みが必要だろうが。いいや、大人な僕たちにはビターがお似合いさ。そうとも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 。ちょっと男子うるさい。はい、すみません。静かにします。完成したと言われてもな。これは新規事業失敗というやつかな。まだわからないよ。これから大急ぎで売りに行けば。2月14日にチョコを買うやつがいるかよ。こんなことならただの板チョコに偽電気ブランを入れればよかったんだ。そうなんだよな。間に合わせようと思えばいくらでもやりようはあったはずなのに。
もしかして海星の身に何か？大丈夫よ、海星ちゃんは元気。キョクラン先生。はい、金閣も銀閣もお疲れ様。キョクラン、これはチョコレート？そう、海星ちゃんと私から。え、嬉しいな。でもあからさまな義理感がちょっと悲しいよ兄さん。僕は悲しくなんてないね。今とても感動しているんだ。生まれて初めてだよ、二つもチョコをもらえるなんて。そうだよ兄さん、これは生まれてこの方の快挙だよ。うわはーい。ああいう無邪気なアホっぷりはあいつらのいいところでもあるんだけどな。そうよ、ひねくれてどうしようもないアホだけど、彼らだってタヌキなんですもの。面白きことは良きことなり。ヤサブローちゃんは海星ちゃんからもらってね。俺はチョコが欲しくてやってたわけじゃないんだけどな。ダメよそんなこと言っちゃ、製造者責任ってあるんだから。なんかちょっと違うような。はい、行って、海星ちゃんが待ってるから。海星、やっと来たか、このノロマン。ずいぶんな言いようだな。お前がグズグズしているから売り上げが立たなかったんだろうに。しょうがないよね、間に合わなかったんだもん。ま、とりあえず試供品があるから食べなさいよ。あんたの意見を聞いて作ったんだからね、責任取ってよね。嫌に重い言葉を。そこのロッカーに入ってるから。ロッカーってどれだよ、この部屋ロッカーだらけじゃないか。どれかに入ってるから、開けてからのお楽しみ。そういうお前もロッカーに入ってるじゃないか。よし、お前の姿を拝んでやろう。あんたには無理だよ。鍵がかかってるじゃないか。そう、ここだけ内側から鍵をかけられる特別なロッカーなの。そんなのずるいぞ。私のことはいいから試供品持ってってよ。これは一体何の罰ゲームだ。なんだ、結局間に合わなかったのか。あれ、弥一郎兄ちゃんどうしたの。なんだ、お前たちが心配で見に来たのだ。特に問題は起こさなかったようだな。うん、海星姉ちゃんすごい頑張った。弥三郎が何かやらかすかと思ったが、海星が目を光らせていれば大丈夫か。こんにちは弥一郎さん。いや玉蘭、ご苦労様。君まで手伝うことはなかったろうに。そんなことないですよ。はい弥一郎さん。これは海星ちゃんを手伝いながら私もチョコを作っていたんですよ。ありがとうございます。はい弥四郎くん、私と海星ちゃんから。わあ、ありがとう。でも弥一郎兄ちゃんの方がとっても大きいね。弥一郎さんは大人だもの。弥四郎くんも大きくなれば誰かがきっと大きなチョコレートをくれるわ。そっか、早く大人になりたいな。ところで弥三郎は？もう大丈夫かな、見に行ってみましょう。こんな時でもお前は姿を見せないんだな。見せてください、お願いしますって土下座したら見せてあげる。別に見たくはない。あっそう。これか。しかし何故たかだか試供品にリボンをかけて厳重に梱包してあるんだ。それはほら、商品見本だから。いくらなんでもデカすぎやせんか。偽電気ブランが1ガロンは入っていそうだ。つべこべうるさい、男なんだから小さいことを言うな。いや、でかいと言っている。これはあれか、まんまと海星に乗せられたということか。海星は弥三郎にチョコを渡す大義名分が欲しかっただけなのか。ほんと男子ってアホよね。弥三郎ちゃん全く気づいてないんだから。海星ちゃんも何とも奥手というか、ちょっと可愛すぎるわ。海星はやり手だな。やり手というか
無駄にけなげよね。うん、そういえばどうして海星は弥三郎に姿を見せないのだ。どうしてかしら、私もわからないわ。海星姉ちゃんは恥ずかしがり屋さんだからじゃないかな。恥ずかしがり屋ね。俺や矢次郎、矢代には普通に姿を見せているんだが。海星ちゃん、本当にけなげ。玉蘭は知っているのかい。さあ、女心を女に聞くなんて男らしくないと思いますよ。それはそうだな、うん、今の話は聞かなかったことにしてくれ。こうして聖なるバレンタインは終わった。果たしてあれはただの試供品であったのか、それとも否、これは報酬である。そこまで考えたところで、はたと気づいた。これはもしやまんまと騙されたのではないかと。だが認めるわけにはいかない。何せ相手があの海星なのだから。京都を旅立った俺は、次々と違う町へと渡り歩いていた。倉敷や岡山や尾道の町で、いろいろな狸と出会い、不思議な目にあった。そうして四国に渡った俺は、緊張の家で懐かしい狸に出会った。彼の名は、恵比須川呉一郎。そう、恵比須川家の長子だ。その時俺はとても混乱した。なぜなら、京都に恵比須川呉一郎はいたからだ。なんだか妙な話をしてるな。お？京都に呉一郎ね。それならそれでもいいが。あなたは？俺は、恵比須川呉一郎さ。ですが、まあ、混乱するのも無理はないが、俺は正真正銘の恵比須川呉一郎さ。赤玉先生の講義を一緒に受けてたじゃないか。それじゃあ本当に久しぶりだな、矢次郎。すまない、どうにも昔の君と今の君が結びつかない。かっかっか、そりゃおめえ10年以上も京都から離れて修行三昧だ。見てくれも匂いも変わるに決まってる。二人ともご飯まだでしょ、一緒に食べましょう。さあさあ、ぐいっといきねえ。まさか君と酒を酌み交わす日が来るとは思ってもいなかったよ。お互い繊細で無口な狸だったからな。繊細ですって、おかしいの、おかしいの。この生臭け坊主が繊細で無口だったなんて、どんな子狸だったの？そうだね、本当に繊細な子狸だったよ。油切った父親とは似ても似つかぬ子狸だった。とかく物思いにふけりがちで、空を眺め、森を眺め、雨を眺め、赤玉先生の講義をサボって何をしているのかと思えば、木彫りの仏像をこしらえたり仏典を読んだりしていたよ。信じられない、食うとなったらタヌキ10匹分のご飯をペロリと平らげるし、寝るとなったら3日3晩ぶっ通して寝ちゃうし、かと思えば急にいなくなって修行だって、ほんとめちゃくちゃなんだから。おいおい、そんなにおだてるなよ。本当に変わったんだね。破壊坊主めいた今の君と、森の木陰で仏典を読んでいた君が結びつかないよ。京都にいる呉一郎の方がよっぽどかつての呉一郎らしい。そうかい、かつての俺にそっくりか。俺そんなに変わったか？変わったとも。あの頃の君はタヌキらしからぬ真っ向臭い挑戦ぶりがすごかった。海星が生まれていよいよ同行したものになったし。海星？誰？俺の妹だ。
なんだかとっても仲良くできそうなお名前ね。素敵。俺が旅に出る前はめちゃんこ可愛い毛玉だったな。今でも可愛いよ。カイセイは元気にやっているかい？うん、元気だよ。そうそう、弟の弥三郎と言い名付けなのは知っているかい？はあ？弥三郎と？はあ、そんな気の利いたことを考えつくのは親父じゃないな。宗一郎おじさんだな。うん、父の死を境に破談となったんだけれども、兄の弥一郎と相談して復活させようと思ってる。そうか、アホが過ぎる弥三郎にはちょうどいいだろう。改正ならちゃんとした嫁さんになるだろうしな。そうだね、そう思うよ。ね、なあ弥次郎、親父がおじさんを鍋に放り込んで悪事の果てに撃たれたってのは本当なのかい？ああ、全部本当の話だよ。まったく、親父殿らしい末路だな。悲しくないのかい？ただ親父はそう生きたというだけのことだな。毛玉一匹いかに生きようがいかに死のうが、天地の体制に何の関わりもない。とはいえ、一寸の毛玉にも五分の魂だ。全く腹黒い狸だったが、親父には親父の矜持があったろう。くたばっちまった今となっては、あんな狸もたまには生まれても構わんと思うね。うん、すまん、お前にとっちゃ親の敵だったな。謝るよ弥次郎。いいんだ。クレイチローはずっと京都に帰ってないの？一度たりとも帰ってないな。どうしてお家を飛び出したの？親父は俺に恵比寿川家の跡取り息子としてスパルタ教育を施そうとしてな。だが俺様のシワ深き脳みそは、そんな俗世にまみれた実益のある知識を一かけらも受け付けなかった。あの頃は親子ともども苛立ちばかりが募っていたと思う。そうだったんだ、全然知らなかったよ。それが嫌で飛び出したの？日夜絶え間なく続く帝王学の無理強いは俺を精神的に追い詰めていった。決定打はお袋が死んだことだったな。幼かった俺は原因は親父だと決めつけた。そうだったね。君が出奔したのは改正が生まれてしばらくしてからだった。うんうん、やっぱり一度京都に帰った方がいいんじゃないかな。お父さんも京都に戻ってみてはって言ってたし。お、そうだな。うん、そうだね。おかしなことになってなければいいのだけれども。そういえば弥次郎、どうしてお前は京都を出たんだ？それは失恋でもしたか？まあそうだね、似たようなものなのかもしれない。ありゃ、ああ、マジだったか。すまん、弥次郎。うじうじしていてもしょうがない。それに、俺だけの問題じゃないしね。お互い距離と時間を空けた方がいいと思ったんだ。はあ、めんどくさいことになってんな。しかし、またお前は自分から引いたのか。昔からそうだな。俺は下鴨の兄弟の中でお前が一番頭がいいと思ってる。人を見る目もある。なのにお前は全部一人で分かった気になって何もしないんだ。なぜその力を示そうとしない？どうしてそう思うんだい？俺もそうだったからだ。それで誰かが幸せになるわけではないしね。結局どちらかを立ててももう片方が傷つくんだ。だったらただ聞いてあげるだけでいい。それだけでも救われた気分になるものだよ。はあ、俺なんかよりよっぽど悟ってるなお前。
何それ何それ、とっても聞きたいお話かも。そういうことを男に聞くもんじゃねえぞ。どうせ口を開きゃしねえ。教えてくれないの？今は自分でも整理できていないので誰にも言うわけにはいかないのです。ふーん、じゃあいつか話してね。誰かに話せる日が来るといいなと思っています。じゃあすぐに京都に帰る？クレイチローが良ければ。うん、四国でやっておきたいことがあるんだ。すぐに片付くことなんだが、それからでもいいか？うん、構わないよ。すごいのね、すごいのね。そもそもなんでお前さんがついてくるんだい？いいじゃない、私だって二世永山電車乗りたいんだもの。琴電と JR だけでは飽きてしまいますわ。俺は構わないよ。人を乗せて走るのは何より楽しい。面白きことは良きことなりだよ。面白きことは良きことなり。お気楽なやつだな。クレイチローだってお気楽だと思うんだけど。1年も四国にいたのに88箇所が終わっていないなんて、とってもおさぼりさんなのね。修行なんてやっぱり嘘だった。嘘じゃねえよ、ちゃんと弘法大師ゆかりの室戸岬のホラー穴に行って修行してきたぜ。ミクロドだね。ホラー穴、どんなホラー穴だったのかしら。さぞかし風情あるホラー穴なんでしょうね。ただのでっけえ穴だ。でもよ、その穴から見えるのは本当に空と海だけなんだ。そこで随分修行をしたんだろうね、クレイチロー。ああ、修行したようなしないような、悟ったような悟らぬような。ミクロドで活然逮捕したと思ったら気のせいだった。ほら、やっぱりおさぼりさんだわ。ま、修行したのを自慢しているようではまだまだ悟りは遠いんだぜ。君は悟ったのか？悟ってない、悟ってない。いやはや悟らざる者食うべからずだよな。そういや腹減らねえか？朝ごはんあんなに食べたのに。ずっと走ってる矢次郎の方がよっぽどお腹空いてるでしょ。俺は大丈夫だけども、そうだね、軽くそばでも食べられればいいかな。まあ、香川でそばを所望するなんて命知らずな。そうだぞ矢次郎、香川はうどん以外食ってはならんのだ。そうなのかい？ちょっと外から見てると引いちゃうんだけどね。いつも水不足なのはうどんのせいに違いないのね。水がないなら雨で茹でろ、雨が降らないなら血で茹でろ。海水じゃダメなのかしら？うどんの麺は塩が入ってんだよ。なのに海水なんかで茹でてみろ、麦の甘みが死んじまうだろうが。はあ、そのせいで吉野川の水を取られて大変なのです。ならお前さんが穴を掘って吉野川の水を引いてやれよ。それは芸術ではないので私の領分ではありませんわ。それにその穴はもうあります。あ、そうなのか。なんだかうどんを作るのも大変なんだね。ああ、よ、毎年毎年水不足でな、学校のプールさえ干上がるぐらいだ。それでもうどんを茹でるしかねえのさ。まあ俺が言うのもなんだけどな。お昼ご飯はどこかでうどんを食べるとして、それでこのまま走ればいいのかい？ああ、八島で道路に出ればいい。84番札所の八島寺ね。ああ、近いからいつでも行けるだろうと高をくくっといたら、ついぞ行く機会がなくてことここに及んだってわけだ。なまじ近い場所だとそういうこともあるね。あるあるね。徳島の人がみんな阿波踊りを見に行くわけでもないし、愛媛の人がみんな道後温泉に行くわけでもないって。あそこだね、八島駅。よっと。やっほと。ああ。
ララララララここが八島寺なのかい？ああ、ここの古田の木にちょいと世話になってな。京都に戻るなら一言挨拶していこうと思ってよ。変化妙義が日本一だと誉れ高い田三郎田貫だね。今は何代目なんだろう。さあなあ。とんでもなく古い家ってのは間違いないが、あまりに古すぎて途中で数えるのがめんどくさくなって適当に言うようになったと今の代の田三郎は言ってたな。適当だなあ。まあただの猛録した毛玉だ。ここには古い穴はないのかしら。探せばあるんじゃねえか。古いお寺だからね、苔むした井戸とかあるかもしれない。苔むした井戸、歴史を感じられる穴なのでしょうね。そういう穴に一度住んでみたいわ。井戸の底というものは案外底冷えのするものですよ。お、まるで井戸に住んだことがあるみたい。実際井戸の底に住んでいるのです。ん？井戸に住んでるの？京都の井戸？ええ、六道珍王寺というお寺にある古い井戸です。はあ、さぞかし古式ゆかしい味わいのある穴なんでしょうね。ぜひそこに行ってみたいですその井戸は黄泉の国に通じているらしいですよ。気をつけないとイザナミの御事に出会ってしまうかもしれません。それは大変だったら、ブドウとタケノコと桃を持っていかないと。それでもメイドの穴も見てみたい気がします。途方もなく深い穴が開いているに違いないわ。その穴は地獄に通じている穴かもしれないよ。うんうん、穴を掘りすぎると地獄に行ってしまうとよく注意されます。でもそれぐらいのことでおじけづいていては穴掘り芸術家は名乗れません。穴を掘って地獄に行くというのならむしろ本望もしメイドに行ってしまっても、よみがえりの井戸が見つかったらしいので、そこから帰ってこられるかもしれない。まあ、メイド通いの井戸によみがえりの井戸ですか。ロマンチック。ロマンチックか。あ、だから矢次郎はカエルになったのね。え、タヌキ姿では落ち着かないだろうし、井戸にタヌキは似合いませんからね。井戸マニアなんですね。なんて素晴らしいそんなわけあるか。こいつはそんな芸術家じゃねえ。誰にも言えない理由で井戸にこもったのさ、多分な。随分とひどい言いようだけれども、それは間違いではないね。とにかくそういうわけで、井戸のカエルになった理由は教えることはできないのです。じゃあ一緒に井戸で暮らせば教えてくれるの？そういうことではないのですが。やじろう、お前も妙なのに懐かれたもんだな。観念して京都の案内でもしてやりな。そうだね、京都に来ることがあれば。やったさて、俺はちょっくら猛禄毛玉に挨拶してくるかな。俺も行こう。四国の総大将に会ってみたいしね。そいつはいい。案のじじい、なんだかんだつって若いやつが好きだからな。うん、私は遠慮する。学長うるさいんだもん。学長？そういやそうだったな。うん、田三郎のおじいちゃんはたぬき大学の学長なんです。ああ、なるほど、たぬき大学か。お？お前さん、ここの学生だったか？うんうん、私は香川大学。でも香川大学は狸大学の分校が発展したものだから、香川大学の学長は代々田三郎田狸であるって言ってはばからないの。ふっ、性のねえ狸親父だね。それでも香川大学の学生は5分の1が狸の化けた偽学生なんだけどね。さすが四国の大学は違うね。どうだかな。何を勉強しているのですか？どうせ土木関連だろう。建設工学を学んでいます。理にかなった穴を掘るというのも、これでなかなか大変なことなのです。でも最近の講義は建築方面にばっかり舵を切っていて、肝心の穴を掘るということがおざなりになっています。
建設の基本は穴掘りでしょ。由々しき問題です。そう思ってるのはお前さんだけだろうよ。じゃあ私は古い穴を探しに探検してくるね。ああ、勝手に穴っぽこに落っこちるんじゃねえぞ。俺が親父さんにどやつけられちまう。気をつけて。えいほー。やれやれだね。彼女はいつもああなのかい。あれでも静かな方さ。放っておくと朝まで穴っぽこの話をしてやがる。それはさぞかし賑やかだろうね。まあ穴の中にいる間は静かなんだけどな。うん、ああここだここだ。相変わらず風が吹いたら倒れそうなお堂だな。タサブローダヌキはいつもここに？ああ、いつもこの中に転がってる。失礼のないようにしないとな。気をつけろよ。あまりに年寄りなんで綿ぼこりと見分けがつかねえからな。早く踏んづけちまいそうになる。京都の長老たちと同じだね。タヌキはどこでも毛玉ってわけだ。邪魔するぜ。失礼します。おいジジイ、生きてたら返事しろ。死んでやがる。このタヌキがタサブロウタヌキで間違いないのかい。間違いねえ。この頑固そうな据えた匂いはタサブロウのジジイだ。しかしなぜ。これはどう見ても自然に死んだようには見えない。随分とでかい切り傷だな。包丁かな。切り傷がかなり長い。包丁振りましたって怖いか。じゃあ一体。わからねえ。血がかなり出ているけど黒く固まっているから死んでから相当経っているね。だな、死体もカチカチだ。人間にやられたんだろうか。いや、普段ここに人間は来ない。それに人間の仕業だとしてここに死体を転がしたまんまってのも妙だ。どこかで怪我をしてここで生き絶えたとか。床をよく見てみろ。血は死体の周りにしかない。ここで切られて死んだってことだ。タサブロウダヌキほどの大ダヌキが何もせずに切られたっていうのかい。はあ、顔見知りか。まさかタヌキがタヌキを殺すなんて。ヤジロウ、それがあり得る話だったのはお前は知ってるはずだ。それはしかし。これは殺タヌキ事件だ。警察に行ってなんとかなるわけないか。それでもやはり信じられない。もしくはたたりか。たたりだって。ああ、ヤシマはその昔戦で大勢のタヌキが死んだんだ。戦？源平合戦に謳われる屋島の戦いさ。義経が少数で攻めてきたにもかかわらず倍以上の兵士の軍が早々に逃げ出したのはなぜだと思う？兵士の武者の半分は化けタヌキだったからさ。そもそもここ屋島のタサブロウタヌキの先祖が平家の守護を誓っていたからな。確かにタヌキなら旗色が悪いとなればすぐに化けの皮を脱ぎ捨てて逃げてしまうだろうね。それでも残って戦ったタヌキも大勢いた。今じゃ考えられないぐらいのタヌキがここで死んだんだ。平家の落ち武者ならぬ落ちタヌキの霊だとでも言うのかい。出るんだってよ今でも。まさか。ハゲさんが言ってたからな。ハゲさんっていうのはタサブロウダヌキの弟分のタヌキだね。ああ。ん？おかしい。ハゲさんはどこだ？いつもタサブロウのジジイと一緒にいたはずだ。それにこの辺りはタサブロウの一家とハゲさんの一家、そいつらの親戚だのなんだの含めて30匹はくだらねえタヌキがいるはずだぞ。なのにタヌキっ子一匹いやしない。そうだね。ここに来てタヌキには会っていない。どうなってる。
今のは。行くぞ野獣。いた。おい無事か。え、何クレイチロー、脅かさないでよ。え、驚いたのはこっちだ。何があった。あ、ああ、さっきヘビが出たの。私ヘビは苦手なのよね。カエルに化けた時にとってもピンチになったことがあって。え、なんだよ驚かせやがって。ああ、何か大変なことが起こったのかと思って心配したよ。大変なことよっていうか、どうしたの、そんなにヘニャヘニャになって。実はな、タサブロのジジイがな。ああ、死んでたんでしょ。え、なんで知ってるんだい。はあ、学長よくやるんだよね。それはもう見事な死にっぷりで、ひとしきり驚かせた後にむっくりと起き上がって説教するんだもん。死んだふりは化け術の基本だぞ、基本が分かってないから簡単に化かされるんだって。ほんと嫌になっちゃう。いや、しかし本当に死んでたぞ。はあ、血が固まって体もカチカチで。ふん、それね、自分の剥製に化けてるの。だから匂いも同じだしカチカチなの。自分の剥製。あんのたぬき親父。いや全く大した化け術だね。さすがは日本一の変化妙技だ。くそ、納得いかねえ。今度会ったら本当にメイドに送ってやる。んだよ、笑うことはねえだろ。よっと、よくせっと。クレイチロー、荷物はそれだけなのかい。修行僧の荷物なんて傘と尺状だけよ。俺も似たようなものだね。すまねえな矢次郎、足代わりに使っちまって。気にすることはないよ、俺は人を中に乗せて走るのが好きなんだ。もう帰るのね、寂しくなっちゃうな。また来てね、今度は偽エーデンで室戸岬まで連れてって。ボンバヤーシ。世の中というものは親切なタヌキに満ち満ちているな。ああ、阿波の国も遠くなりにけり。さてさて、俺に化けているのは何者だろうか。少なくとも俺には本物のクレイチローに見えたけれどもね。京都に帰ってその偽物に対面するのが楽しみだ。仏に会ったら仏を殺せ、自分に会ったら自分を殺せ。ついでに今は亡き親父殿の霊前でアホだらけをでもあげてやろう。問題が片付いたら俺はまた四国へ渡ろうと思う。それはいい、緊張の娘も喜ぶだろうよ。何を笑ってるんだいクレイチロー。何にも笑ってないさ矢次郎。そういえば彼女の名前は何と言うんだっけ。あ、なんだよ知らないのかよ。呆れたやつだな彼女は。こうしてほんの短い間だったけれども四国の旅が終わった。その後京都に着いた俺たちは天狗の喧嘩に巻き込まれて大変な目に遭ったのだけれども、それはまた別のお話。もう一度四国へ渡ろう。そうして彼女を室戸岬に連れて行こう。それからそんな先のことを気にしてもしようがない。なんせ俺たちはタヌキなのだから。